はい、ということで引き続いて、はい、北欧の布の記事をご紹介したいと思います。はい、はい、こちらはマリメッコですね。アンナンシュラマンですね。はい、再入荷です。再入荷です。はい、大人気ですもん ね。あのカーテン用みたいな厚手のね、はい、重量感のある特別な生地なんです ね。日本では売ってないですね。はい、ちょっと光沢感もありますかね。光沢もちょっとありますね。はい、あのもう部屋のカーペストリー代わりにね、はい、壁に飾っていただくのがおすすめです。はい、まあ、重量感この間でちょっと広げてみましょうか。はい、せーの、こんな感じ。素敵ですね。はい、はい、こちらはマリメッコですね。はい、はい、誰が作品ですか。ロッチポッコ僕はロッチ、はい、初めてですね。そうですね、このブルー系紫の色がなってますね。ヴィンテージでしょうかね。ヴィンテージです。はい、これは希少ですね。手書きストライプっていうとピッコロのね、はい、なんかそんな感じの、いかにもボッコらしい。らしいですね。素敵だな。こうまた上から見ると違いますね。はい、素敵です。はい、はい、こちらはマリメッコでしょうかね。マリメッコ、あのクレジットがないんですよね。はい、こうマリメッコではないかということで、はい、購入しました。はい、白にブラウンと、シンプルでいいですね。いかにもこうプリント具合がねちょっとわかんないんですけど、ね、なんかいかにも昔の感じのね、感じのね、感じです。はい、しっかりした生地ですね。はい、厚手でね、はい、素敵です。はい、はい、こちらはマリメッコのニッコですね。はい、渋いです。渋いです。はい、モスに近いグリーンで、はい、チョコレート色みたいなブラウンというんでしょうかね。はい、未使用、はい、ね、素敵ですね。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、はい、こちらはタンペラですね。タンペラ、はい、もうサハラというものなんですね。はい、おそらくあの北アフリカのサハラ砂漠をイメージしたそんな感じですね。はい、あのベージュにドットがあって砂漠のようなね、はい、生地が薄いんですよね。はい、薄いのもちょっと分かりますでしょうか ね。軽いですよね。はい、あと、こう落ちる感じで、そうなんですね。でもね、どうからこのドットがね、そうなんです、ちょっと見えなかったかなと思うんですけれども、素敵なんですよ。素敵ですのでね、はい、はい、こちらもタンペラですね。タンペラですね。はい、ちょっとすいません、私肩が上がらなくて、うん、はい、これ普通より幅がありますね。あります。これね、おそらく未使用だと思います。はい、だからまあ少なくとも80年代の生地なんで、はい、使用されずにね、はい、奇跡的なコンディションでございます。はい、
下もちょっとあるんですね。そうなんです、これだけたっぷりとありますよ。何に使いましょうかね。またこの赤がすごく深みのある感じでいいですね。はい、植えてみましょう。はい、縦も横もたっぷり、なんかソファーカバーにもいいですし、いいですね、それでも ね、うん、はい、素敵です、はいはいはい、こちらはマリメッコの、はい、ウニッコ。ウニッコじゃないじゃないですか。でもウニッコなんですね。ウニッコなんですか、はい、石本藤代さん、はい、そうなんですね、はい、だから多分これがケシの花でウニッコ、ただ歩行のね、野原みたいなところに咲くピンクのウニッコということなんでしょうね、はい、初めてですね。そうです ね、 ね、なんかこう淡くて素敵です。素敵ですね。マリメッコでウニッコって言うとマイアイソラだと思ったんですけど、石本さんも書いてたんですね。はい、はい、あ、なんか素敵ですよ。もうちょっと向こう行きますかね。はい、うまいな。はい、なんかいいです。いいですね。はい、はい、こちらもマリメッコで石本藤代さんの作品ですね。素敵ですね。初めてですかね、これ。そうですね。なんかこの色がこうミルクティーみたいな、うん、なんかね、ベージュ系の ね、素敵な色ですね。ですね、はい、はい、これはまず、はい、生地も厚れですね。厚れのしっかりしてますね。あ、素敵、素敵、はい、はい、こちらは鮮やかな緑のボッコの生地です。ボッコですね。はい、もうボッコはストライプかラインものですもんね。そうですね。まあ、あの上とか下に比べてこの辺がね、やや退色、はい、あと左右この辺の耳が退色してますけどね、はい、何かに使っていただけたらと思います。はい、生地はしっかりしてますね。しっかりしてますね。で、一番上こうなんかこうカーテンかなんかに使ったんでしょうかね。これ通すこともできますね。はい、はい、こんな感じですね、はい、よいしょ、素敵ですよね。やっぱボッコって言うとこのストライプでシンプルが特徴ですよね。そうですね、はい、はい、こちらはマリメッコで石本さんの、石本さんですね、はい、マスタード系にベージュ系にややレンガ色みたいな感じのね、はい、秋色でしょうかね。そうですね。で、こちらの未使用みたいです。未使用ですね、水をしてないですね、はい、テーブルクロスなんか小さなテーブルのクロス、あ、そうですね、なんか秋を本当感じさせてくれますね。はい、まず色からですね、ね、秋もね、ね、はい、はい、こちらはマリメッコのニッコのベージュですね。あの、はい、大きさ的にはピエニオニッコですね。はい、あの日本で売られてるのと違いまして、あのややこう明るい感じの、はい、うちなんかもそうですけどね。そうですね、少し違うんですよ、はい、でコンディションもいいですね。それほど経年感もなくっていう感じですね、はい、でこちらがカーテン仕様になってるんですね。そう、ここがカーテン仕様になってますんで、もうそのまんま棚の目隠しなんかが、はい、あ、いいですね、おすすめですね。はい、はい、感じです、はい、ラップとキトノコ、はい、
何度かご紹介してますけど、またいい色ですね。いい色ですよ。これやや深みのあるグリーンに、はい、これもグレーのブルーっていうんでしょうかね。色の表現ってね、ちょっと難しいですね。うちもね、これ気に入ってね、早速棚の目隠しに使ってるんですけどね、はい、なんかいいですよね。なんかね、素敵なんです。特にキッチンにね、ちょっとこうグリーンが入るといいなっていうのを今回感じました。で、やっぱこう冬からね、まあ、秋から冬にかけてもやっぱグリーンがやっぱお部屋の中欲しいですからね、はい、観葉植物代わりになんかかけておくのも素敵です、うん。テーブルですと、この感じセンターにも素敵ですね。素敵ですね。で、コンディションはね、いいですね。いい方かなと思います。はい。はい。はい、こちらはマリメッコのピオニ。ピオニ。はい。ヴィンテージですね。そうですね。で、今回はね、これだけのこう、歯切れというかね、はい、形になります。まあ、何か。結構ね、クッションカバーもいい柄が入るかなと思ってるんですけどね。いいですよ。この色も落ち着いてます。タグ色いいですね。秋冬におすすめですね。おすすめです、はい。こちらマリメッコのヘイナ。いいですね。何回かね、ご紹介させていただいておりますが、うん、ほうとしたグリーン系でね、はい、なんかいいですね。秋冬の、はい、ちょっと使いたいグリーンですね、はいはい。はい、こちらはマリメッコの生地になります、はい、クリスティーネイソラの。そうなんですね、はい、ちょっとクレジットはクリスティーネイソラは書いてあるんですけど、パターン名が書いてないんで、もし販売まで分かりましたら、はい、言いますけど、分かんなかったらごめんなさい。ごめんなさい。はい。小物製作もいいですよね。いいですよね。いい柄ですよ、これ。はい。はい、色も落ち着いた感じですね。いいですね。はい。はい、こちらはマリメッコのレポですね。はい。なんか冬晴れ景色みたいな色です ね。素敵ですね、はい。こう手でさっさって描いた感じですね。そうですね、はい、棚の目隠しもいいですし、テーブルのセンターに添えてティータイムを楽しむ、はい、いいですね。はい、こちらはマリメッコのウニッコのグレーですね、はいはい、大きさ的にピーニでしょうかね。はい、そんな感じになります。棚の目隠しでいいですよ。いいですね、はい、一部テーブルセンターでもいいですよね、はい、はいはい。こちらマリメッコのロンポロですね。ロンポロですね、はい、秋色ですね、落ち着いたイエローがね、はい、いいですね。なんかこっちあれでしょうかね、作った後の歯切れですね、はい、ということはこれ何か作っちゃいましょう、はい、とか何か作れるってことですね。そうですね、はい、クッションカバーいいですよ。いいですね、はい、はい、厚手ですね。ね、うん、この赤がポイントですよね。そうなんですね。はい、かわいいですね。かわいいですね。はい、はい、途中係さんの方は？これピトコスですね。あ、なんかどちらも石本さんのデザインになんか似てるんですけども、こちらがピトコスで、こちらがマタス。マタス。はい、どちらも小物製作にいいですよね。いいですね。はい。色もなんかこう深みのあるイエローに。こちらは薄い茶色。ミルクティーっぽい ね、はい、ミルクティーを連想します ね、はい、こうやって小物製作にいいですよ、ね。
はい、こちらはフィンランドの生地ですね、はい、メーカーは不明なんですけれども、お花模様が可愛いですね、はい、なんかね、ハンドプリントみたいなプリント具合なんですよ ね、はい、ねちょっとこのレトロ感がね、レトロ感ないんです。これでちょっとあのクッションに巻いてみたら、はい、いい感じで柄が入りましたのでね。そうですか、うん、まあ、クッションカバーに限らずいろんなものに ね、 いいですね、おすすめでございます、はいはい、ちっちゃなテーブルだったら、あ、かわいい、かわいい北欧っていう感じですね、感じです ね、 ね、はいはい、はい、こちらはバーカーテキスタイルの生地ですね、はい、テーブルクロスですね、はい、色がなんていうんですかね、茶色というチョコレート色みたいな感じですね。そうですね、濃いこうブラックチョコレート的な、ね、そう、なんかちょっとなんか美味しそうな色ですね、はい、はい、素材がですね、あのコットンが85で 15% がビスコーセン、はい、ですから速乾性があってコットンの柔らかさがあるという、うん、流行りですね。そうですね、フィンランドの中では、フィンデンソンの中はだいたい混紡でやってる。でこのまた刺繍がいいですね。刺繍がね、立体刺繍がいいです、はい、こちらフィンレンソンのテーブルクロスですね。これもね、コットンとビスコースの混紡なんですね、うん、で柔らかくて速乾性に優れてる、はい、汚れの吸着がこうあってもこう落としやすいと、はい、またこの刺繍が可愛いですね。軽いですね。もうこういう色合いがなんかいい季節になっちゃいましたね。したね、素敵素敵。はい。はい。大体あの最後に、ね、決まってこういうクッションが出てくることがここ多くなりましたが、ね、はい。はいはい、マリメッコでしょうかね。これ生地が分かんないですね、どこかね、はい、なんかハンドメイドのクッションカバーでございます、はい、でも結構こうしっかりと縫われてますよね、うん、そうですね、はい、いい夢見れそうです。だから何かクッション入れていただくか、まあ、解体して小物製作にね、はい、もうおすすめでございます、はい、またはなんかいろんなものを収納するのにもいいですね、いいですね全部入れちゃう、はい、はい、これ気に入っていただけたでしょうかね。ちょうどね、季節が暑いような、こうもう秋、難しいですよね、はい、またこう日本列島と北から南は長いですからね、はい、あるところではもう秋を感じるところもあるし、はい、まだまだ夏だよっていうところもありますしね、難しい、また感じ方も違いますよね。そうなんですよ ね、はい、ということでいろいろと選んでみましたので、はい、あの気に入っていただけたら嬉しいな、嬉しいですね、また楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます、うん、はい、ということでもう9月、はい、実はですね、この間ね、我が家でも、うん、今年初のサンマをいただきました。そうなんです、はい、まあ、こういうところで話すとすいません話題かどうか分からないんですけれども、はい、今年は豊漁ということでね、はい、しかも結構身がぷっくりとして大きかったですね。去年なんか全然痩せてたのね。そうです。今年はちょっと私みたいにぷっくりぷっくりして油の乗りが良かったですね、はい、はい、ということでね、うん、秋っていうとやはり美味しいものがいっぱいですよね。なので私たちもね、美味しいものをたくさん食べてますます太っちゃいます、はい、で楽しく皆さんにね、はい、北欧からフィンランドが届いた商品をね、ご紹介したいと思います。はい、ね、頑張りましょうね。頑張ります。秋は本当美味しいものを食べて、そう、それをエネルギーにして、はい。はい、ということで、今週もいろいろと楽しんでいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。